サージョン・ワーカップ・カッパ・コーン・ホースは、1975年に、酵素触媒反応の立体科学的研究で、ノーベル科学賞を受賞した科学者である。彼は10代で自己過小により老者となった。コーン・ホースは、オーストラリアのシドニーで生まれ、シドニーボーイズ高校を卒業した後、16歳で、シドニー大学に入学した。彼は、シドニー大学で妻となるリタ・ハラデンスと知り合った。 彼は有機化学を学び、1937年にユニバーシティメダルを授与され主席で卒業した。そして奨学金を獲得し、リタと共にオックスフォード大学に移った。第二次世界大戦中はペニシリンの研究で名を馳せ、1949年にプリンストン大学出版局より上司されたザケミストリー・オブ・ペニシリンの執筆にも参加した。 1977年にナイトに助せられた。1953年に王立協会フェローに選出、サセックス大学で科学の研究を行った。彼の長年の研究の成果と難聴に打ち勝って、業績を上げたことを記念して、1975年のオーストラリアン・オブ・ザ・ヤーに選ばれた。1、3、オキサゾール化合物で起こるコーンフォーステニー、酸化剤として汎用される。 コーンフォース主役にその名が残るハウザーコーンフォーススタートアウトインケミストリーユニバーシティオブシドニースクールオブケミストリー2017年9月7日閲覧コーンファースサージョンボカップライブラリーアーカイブカタログロンドンザロイヤルソサイティ2014年3月27日時点のオリジナルよりアーカイブ2017年9月7日閲覧 A B サージョン・ウォーカップ・コーン・ファース。ユニバーシティ・オブ・シドニー。ファカルティ・オブ・サイエンス。二千十三年十二月十四日。閲覧。サージェイ・ダブリュー。コーン・ファース・ジュニア。ロイヤル。ネザーランズ・アカデミー・オブ・アーツ＆アンド・サイオンセス。二千十六年三月十八日。閲覧。コーン・ファース。ジョン・ウォーカップ。イッツ・アン・オーナー。AC、ー。二千十三年十二月十四日。閲覧。センテナリー・メダル。 イッツアン o ーナー、2013年12月14日閲覧ありがとうございます。